はい、野取岬です。はい。登れない灯台16選の一つですね。熱烈歓迎って書いてあるのかな、あれは。うん、やっぱり中国人多いよな。どこ行っても中国人だよね、今。なんか一生懸命英語喋ってたけどな。釣りまーすとかなんとか。中国語で喋ったらええやん。なんか、さすが北海道っていう感じで、灯台の敷地と思われる面積も広いですよね。九州とかの灯台ってさ、灯台の駐車場に着いたと思ったらもういきなり山登りから始まってってっていう感じでしょ。なかなかね。あっちはさ、先端なのかな。いや、寒いは寒いと思うよ。デジタルトラッキング。勝手に灯台を中心に歩いてくれる。この灯台は何か悪いことしたのかな？囚人服みたいなデザインだから何か悪いことしたのかな、うん、いや見ない気がするね。野取岬灯台ました、ね、灯台は全国必ずこれあるよね、うん、灯台ちょっとぐるっと一周してみますか、うん、ここまで行けんのかな。回れはしないみたいね。我々灯台結構来るよね。こっち行ってもあそこまでですね。うん、あーすごい景色ですね。例によって。オホーツク海。はい。昔あのファミコンのソフトでオホーツクに奇遇っていうゲームがあったんですよ。要はあのなんつったらいいのかな、探偵ものつったらいいのかな、うん、サスペンスもののゲームで。オホーツクに奇遇。有名なゲームですよ、これ。あ、そうなんだ。うん。実は。なんかね、誰だっけ、ほら。江戸川乱歩じゃなくて、うん、ね、あるじゃん、あの、ほら、JR うんちゃら殺人事件とかさ。誰だっけ、あの、書いてんの、そういうの。江戸川乱歩って言ったらね、どっちかっつうとホラー系でしょ。うん、そうじゃなくて、
なんだっけ、誰っつったっけな、あの忘れしたな、村上春樹、全然違いますね。東の規模違う。いや、それも全然違います、そういうんじゃないです。あのほらね、あの時刻表で謎解きしてってこうねやるような、だ名前出てこねえな。なんか似たようなタイトルのやついっぱい出してんだよ、その人。はい、ということで、のとり崎でした。ちょっと写真でも撮ろう。なんか、向こうにも看板あって、なんか向こうに立ってんだ、あれな。なんだっけな、あれな。ちょこんと立ってんの、なんか見えるよね、あれね。うん。なんかわかんないけど、見えますね。まあいいや。